始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。寒いっていうふうに思う季節になってきましたけどもね。はい、元気しております。はい、さてお二人、はい、病気になってはしごをすることになったらどうしますか。病院をはしごする。病院をはしごする、はい、病院のはしごか、はい、2つ症状があるってこと。それはね、外科と僕は内科も行ったことありますよ、はい、あれは大変だよ。でもね、困りますよね。どうしたの。見てもらえたらいいですよね、うんうん、はしごしないといけない、うん、僕は常に2つのところ行ってましたね、うん、そうなんですよ、まあ、そこで次、はい、はい、今回ご紹介するのはですね、はい、千葉県東部で歯科クリニックを営んでいるんですが、はい、実はこちらの企業さん、すごい歯科クリニックなんです。30分通しでご覧ください。歯の健康、それは生涯を通じたパートナーとして守るべきかけがえのない存在である。しかし誰もが感じているその思いとは相反して、症状が現れてから初めて治療へ訪れるケースが医療の現場にとって大きな悩みの種となっていた。そんな予防に対する意識の改革をテーマに、白く輝く美しい歯を守り続ける男がここにいる。医療法人社団光歯科クリニック院長小林秀樹。地域の歯を一本でも多く残すため、千葉県山武郡横芝を拠点に一人一人に即した治療を提供する光歯科クリニックでは、0歳からの予防歯科をコンセプトに、親子で通うことでさらに高まる歯の健康をサポート。その徹底された通いやすさと各分野に精通したスタッフが連携することで、口内そして全身の健康にとっての支えであり続けている。今回は小林秀樹をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まあ、かなり特徴のある歯医者さんだとお伺いしたんですが、はい、まずですね、入り口から小児のコーナーと大人のコーナーに分かれておりまして、患者さん一人一人に対して必ず1名以上の専門職の者が担当としてつくところが。へえ、まあ、その一人一人にってことですよね。そうですね、はい、やっぱりまずその患者さんを大勢見るためにスタッフも大勢必要ですので。そうですよね、はい、その人たちをやっぱり集めるためにもいろんな活動をしています。もともともう入り口も一緒で一つの空間でやってたんですが、子供を連れてきてるお父さんお母さんはいいんですが、他のうちのお子さんが例えば騒いでたりすると、大人の方はやっぱり静かに集中できなくて嫌がられたりですとか、逆にそのお子さんが騒いでしまって迷惑をかけるんじゃないかみたいにですね、心配されて足が遠のいてしまうそのお母さん方も多いので、そのお子さんのコーナーが別にあるともう思う存分もう騒いだりしても大丈夫ですよということで、安心していらっしゃっていただけるのかなと考えております。成人の受付とまずそのキッズの受付も分かれているのはもちろん分かるんですが、はい、その専門職になんかその分かれているっていうので、はいはい、まず大きく分けるとですね、はい、治療とかを担当する歯科医師、このクリーニングとかを担当する歯科衛生士、歯科医師が12名、歯科衛生士が11名おりまして。すごいグループだ。あとはこうそれをサポートする支援部って言ってるんですけども、受付とかアシスタントをしてくれるスタッフと管理栄養士、管理栄養士、はい、患者さんの食事指導のためですね。あと運動の指導とかをする理学療法士、あとはその患者さんのお子さんをお預かりする保育士と、クリーンスタッフって掃除してくださる専門のスタッフも4名おりますので。総勢どのぐらいですか。総勢だと40名になります。歯が入り口なんですが、もう全身の健康を守れるその、まあ、病院としてやっぱり患者さんにも認知してもらいたいなと思って活動しています。もともとは、ですね、2005年の11月にこちらに越してきて開業したんですけども、はい、7年後に、ちょっと手詰まになってきたこともあって、はい、300メーターぐらい移転をしまして、はい、今診療している土地に移りました。出身地でも何でもなく、はい、そうですね、はい、ああそうですか。歯科もそうですけど、うん、結構医療機関が少ない地域だとは聞いていたんですね。その歯科医師になった時にも
っぱり歯科医師はもうコンビニより多いって言われてまして、実際多いんですけども、せっかくでしたらやっぱり少なくて必要とされている地域でやりたいって考えてたんで、あまりその競合がいないんだったら、ぜひそういうところで力を出してみたいなって考えて引っ越してきたんですね。それが、まあ、横芝。そうですね、はい、たまたまそう。町の人口的には何名ぐらいいらっしゃるんですか。今だいたい 24,500人ぐらい住んでるんですね。まあ、専門的なもので特化して、まあ、地域密着じゃないですけど。そうですね、はい、ね、そういうふうには感じられます。もう地域密着にその地域で認められているというか、やっぱり知ってる方とか見た顔の方はやっぱりすごい多くなってきてますけども、はい、まだあの町の人からしたらおそらく1割ぐらいの方しかあの受診されてないので、まだ逆に言うと9割の人にはあのもっと知ってもらう必要もあるのかなっていうふうに逆に考えております。初めてだね。ね、またそのなぜそういった特徴のある光歯科クリニックを始めようと。もともと例えばあの医療機関でしたら、はい、例えばあの内科とあの小児科とかですね、はい、こう同じ土地にこう隣接して違う医療機関があることとかあるんですが、はい、そうするとですね、今度スタッフが2倍必要なんですね。完全に分かれちゃうとですね、分かれてることの、あの利点はあの保ちながら、そのスタッフの数は2倍だと大変だなということで、裏でその行き来できたりすると、なるほど、あの片付けしたりあの掃除したりするスタッフなんかは共通もできるんで、そうすると効率がいいんじゃないかなという発想から、あのだんだん膨らんで今に至ってるわけなんですね。歯医者というものをもう超えて一人一人を見るって本当珍しいですよね。珍しい、そうですね。それがやっぱりあのこれからの僕なんかの一番の課題で、やっぱりその普通の歯科医院で治療しかしてもらえないと思ってる方が多いので、そのやっぱり歯もそうなんですが、その全身の健康状態ですとか、はい、管理してくれるような病院だってことを知ってもらえると、もう少しその受診してくれる方が増えるんじゃないかなというふうには。でもそういう地域だったら、ね、人口が2万2万4000ぐらいだったら、はい、こう なんかいけそうな感じしますね。ただそこがやっぱりあの結構難しいところで、もともとその糖尿病とかも多い地域だっていうふうに調べたんですが、あの検診とか人間ドックを受けてる方も結構やっぱ少なかったんですね。その検診に行かない方っていうのはもう自分の体がどんなことが起きてても気がつかなくなってしまうんで、うちのような医療機関に足を運んでもらうってことが第一歩なのかなというふうには。その光歯科クリニックさんにはその管理栄養士さんと、まあ、理学療法士さんもいらっしゃるということで、もともとその方たちは患者さんだったっていうお話をお伺いしたんですが、先生のところ。そうですね、しばらく話しているうちにそういう専門家であるってことが分かって、かつあのすごくですね、そういったあの広くあのもう地域住民のためにそのもう健康を守るような活動をもうやりたいっていう意識がすごい強い方たちだったんで、あの本当にもう僕の方でも、もうこういう方と一緒に仕事がしたいってことであのちょっとオファーをしたのもありますし、結構やっぱりすんなりあの一緒に働くってことになって、本当にそれは今あのこういった環境になったのもやっぱりその方たちが入ってあのやっぱり歯だけじゃなくていろんなことに目を向けなければいけないっていうきっかけをくれたんで、本当感謝しております。その患者さんの反応っていかがですか。1年半ぐらい前に管理栄養士さんが入ってきて、はい、その時にはやっぱりなぜ歯科医院でその管理栄養士の方がいて、なんでその私たちがその話を聞かなきゃいけないんだっていうあの最初の印象があったんですが、ところがあのそこで今どんなものを食べてるかとか調査をさせてもらって、本当的確にこうアドバイスをあの、はい、してくださってるんで、それをあの患者さんが受け止めて、例えばちょっとでも食事とか気をつけてくださった方ってやっぱりみんな少しずつ結果が出てくるんで、ダイエット成功されたとか、その甘いものを少し減らすことができて、虫歯のリスクなりやすさがですね、あの減った方とか、実際その効果が出てる方が増えてきてですね、やはり皆さんそのすごいすごい、そういう話を聞けてよかったっていうふうにやっぱりなってきてるんですね。理学療法士の方は本当今年の夏からあの一緒に仕事するようになったんですが、なぜその歯科医院でその理学療法士の方が姿勢とかを見るんだろうっていう
方が多かったと思うんですね。体の中のどこに、例えばその姿勢だったり普段の生活習慣の中に問題があって、それが体の不調になってるってこととかをこう見つけてくれてるんで、それが自分の健康に本当に直結するんだってことを理解していただくと、ますますその患者さんもそういう方たちがいてよかったと思ってもらえるような医になれるんだと思うんですね。でもなかなかね、こういった特徴の歯医者さんって本当に私も初めてお伺いしたんですけど、このシステムって、ね、最初始めるまでは苦労されたんじゃないですか。そのやりたいことはあっても、はい、まずその地域柄ですね、そのまず若い人が少なくて、その若い人が少ないとどうしてもその大学とか専門学校に行って、その医療の専門職の資格を取る人も少ないんですね。地域でその専門職の人をやっぱり多く集めることもやっぱりすごく苦労しまして、本当に普通の歯科医院をやっていた時っていうのは目に留まらなかったんですね。ですのでその反省を生かして、そういう働く人の目にも留まるような医療機関を作りたいと思って移転をしましたので、ですか、はい、今ですか40人のスタッフの方が働いてくれる職場になったっていうことは、その目に留まるように何とかしたっていうことから始まったんじゃないかなというふうに考えてます。地元のスタッフも多いですか、40人の。はい、そうですね。今ですから徐々にですけど、学生の時に通ってたまだその学生だった、お子さんがうちに働き始めてる方とかも出てきてますので、でもどんどんそういったね、地域に密着してますし、増えていくと嬉しいですよね。そうですね。最終的にはですから、もう通ってるお子さんで興味がある人がみんなやっぱり働きたいなと言ってくれるような職場になると嬉しいですよね。他のジャンルでも先生を見習って、他のジャンルでも立ち上がる人が出てくるかもしれないですよね。それはそれでいいですよね。そうですね。あとは今後やっぱりもうこういう機会も生かして、そういう他業種でも一緒にそういう活動をして町を盛り上げて行きたいっていう人たちと、もうどんどんコミュニケーションを取っていきたいと考えております。各分野との連携によって独自の体制を実現した光歯科クリニック。小林が大切にし続けている光歯科クリニックとしての強みを聞いてみた。患者さんにとって一番良いことはというか、続けられると思うことは、やはり処置する部屋も全部個室になっておりますので、その中でもう専門家とこう1対1でゆっくりこう話し合いながら自分のペースで進められますので、その個室で完全に予約制なんで、もうそうですね、最近は待ったとしても5分ぐらいだと思いますので、もう時間に正確に。8時間が一番大変なんですよね。そうですね。それも医療機関はやっぱ課題の一つだと思います。ビー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 、おっかない音が中でずっとしててさ、それは本当に確かに、ね、個室だと周りのね、ちょっとやっぱり歯医者って怖いイメージがやっぱり、ね、特に ね、あるあって、横からそのね音が聞こえちゃうと、もうそこの時点で帰りたくなっちゃうっていうのが昔本当にありました。あったよね、はい。でも会社勤めのさ、方々もね、はい、その時間が予約でちゃんと取れてたら、はい、いいですよね。その時間に戻ってくれるわっていう、そうですね、ほとんどがね、はい、ですから日中はやっぱりそういう利用方法をされている方も多いので、そうでしょうね。ですので逆に僕なんかがその時間を守ることで、うん、その方たちは受診ができるっていうものもやっぱり忘れずに、できるだけその時間はきっちり守ろうということも意識しています、ね。なんか先ほどもちょっとお話に上がった糖尿病が多い、はい、まあ、地域ということで、はい、横芝のあたりが、はい、まあ、その光歯科ではなんか今セミナーを行われているってことなんですか、はい、どのようなセミナーを。一番やはり多いセミナーは歯科医院なんで、はい、例えば虫歯の予防の方法ですとか、歯周病の予防の方法なんですが、今後予定しているのが、もうそのどうしたらじゃあその糖尿病を例えば防げるのかとかってことを、いろんな切り口から患者さんに知ってもらう機会にしたいと思ってまして、ですからもちろん僕なんかがその食事ですとか、そのよく噛むことですとか、糖分取りすぎないようにするっていう話もするんですが、例えば理学療法士の方から運動、こういう運動をこれぐらいするともうかなり改善できますとかいう話もしたいですし、あとは1月に予定しているのは
この地元 のコーヒー屋さん の、はい、そのやっぱり美味しいコーヒーの飲み方のセミナーとかもですね、やろうと思ってまして。面白い、はい、すごいね、コーヒーセミナーってね、意識改革だね、そうですよ ね、 そ う、 ですね、はい、そういう何か興味を持ったことの一つのジャンルからでもいいんで、うん、そのうちのようなその医療機関があるってことを知っていただいて、できるだけその家族ですとか、うん、もう知り合いの方、うん、こう皆さんこう誘ってそれを広げてほしいっていうふうに考えております、はい、ですからその興味ある一つにでも引っかかって、あのそれがきっかけで顔を出してくれる方が増えるといいかなと思っております。光歯科クリニックがすごく気になりません？気になりますよ。実際ですね、はい、行ってまいりましたので。あ、そうですか、はい、あら、それはまた楽しみだ。そちらを、はい、ご覧ください。さて、千葉県山武郡横芝光町にやってまいりました。こちら横芝光町は人口約2万4千人の町なんですが、その中でひときわ目立っているのがこちら、光歯科クリニックです。では小林院長、よろしくお願いいたします。たくさんの方にお集まりいただいたんですけども、はい、こちら皆さんお集まりいただいたんですか？はい、今日はあのスタッフ全員25名おりまして、全員今あの移らせていただきました。ありがとうございます。ではそうですね、特別なスペースとかもあるということでお伺いしているので、早速中の方を拝見させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あ、広々とした待合室ですね、はい。こちらが成人用の待合室ということでしょうか？はい、そうですね、あの大人の方はあのこちらにあの来ていただいて、ここで受付を済ました後、皆さんあの奥の方のソファーとか椅子でお待ちしていただいております。はい、こちらもなんかたくさんのものが販売してるんですかね？そうですね、こちらはあのもうここであの見てですね、はい、あの手に取っていただいて、できるだけあの、はい、もう触って確認していただいて、もうあの気に入ったものをできるだけ長く使っていただきたいと思っていますので、あのガムとかですね、あのラムネとかは全部試食用のもありますので、はい、もう気に入った味のものをできるだけ長く使っていただきたいと思って、こういうふうにしております。はい、こちらのお部屋はどういったお部屋ですか？はい、こちら A から D までは、4部屋治療の部屋になっております。はい、こちらはあのもうあの中学生以上の大人の方があの全部こちらでは治療しております。歯医者さんで個室って珍しいですよね。そうですね、まだそんなに多くはないと思うんですね。うん、あのやはりあのもう患者さんとこう1対1でゆっくりの部屋の中 で、 こうそうです、ね、信頼関係が築けるように、うちではあの歯科医師一人一人とあの歯科衛生士一人一人に各自あの自分の個室がありまして、そこであの患者さんを日々あの見るようにさせていただいています。このお部屋ではどういったことをされてるんですか？こちらの部屋では基本的にあの初期治療が終わった方などの治療の方をしっかりやるようにさせてもらってます。今あの予防のお掃除の部屋ではあの初期治療をやらせてもらうんですけど、そちらはもちろん個室なんですが、通常の医院さんですと治療の方も結構あの開けたスペースでやることが多いんですが、こちらの院ではしっかりあの治療の方も個室ごとで区切らせてもらいまして、それで患者さんにできるだけリラックスしていただいた状態で治療の方を進めさせてもらうようにしています。メンテナンスのお部屋でもこんな風に個室で、ね、ゆったりした中でしていただけるって結構珍しいですよね。そうですね、あまりやっぱりの歯医者さんっていうとやっぱり椅子が並んでてっていうイメージがあると思うんですけれども、こちらではあの定期的にかかっていただいて、あのそしてなおかつ快適に続けて通院していただくということを目的にしていますので、まあ、お部屋の中は快適に過ごしていただけるようにこの落ち着いた雰囲気にしています。先生、こちら2部屋つながった特殊なお部屋ですね。そうですね、あの建てた当初はあの親子が同時に一緒に治療できるような部屋ってことをコンセプトに作ったんですが、あのそれ以外にも今ではあの週末土曜日とかは矯正の患者さんをあのここでですね、矯正の先生が処置する部屋に使ったりとかしておりますので、はいはい、親子、ファミリー、あとは矯正の患者さんのための今部屋として使っております。雰囲気の違う入り口ですね。そうですね、あのもうお子さんのフロアなんで、はい、あの向こうの待合室に出た時にこう待合室がこう広く違う空間に見えるようにわざとこうトンネル状にちょっとこう狭いというか、はい、くぐっていくようなイメージを出しております。はい、
ドーンと広くお子様が遊んでいただけそうなお部屋が広がっていて、はい、すごく広いスペースですよね、はい、待合室はもう基本的にもうお子さんだけが遊びながら待てるように、はい、させてもらっていて、あのどちらかというとここで、あの保護者の方には待っていただくっていうふうに、はい、分けています、はい、奥にはですね、まずあの怖がってしまうお子さんとかをこうトレーニングするようなまず部屋が一つあります。あとはですね、管理栄養士があのどんなものを食べてるかっていうことをお聞きして、もし食事とかにあの偏りとかですね、改善点があればそれをアドバイスさせていただく、あの栄養の指導をする部屋がありまして、あともう一つがですね、お子さんの預かりをするところがあるんですね。でどうしてもなかなかそのちっちゃいお子さんがいるからこう歯科医院とかあのかかれないって方もいらっしゃいますので、そういう方が受診してる時にあの預かるってこともやっております。当院ではあの患者様一人お一人お一人に3日分の食事の記録を皆さんに書いていただいているので、あのそれをもとにあのそれが虫歯の原因になってないかだったりとか、あとはもし持病をお持ちの方がいた場合には、あのこんなふうにあの食事の取り方を工夫したら改善できますよとか、簡単なアドバイスをさせていただいてます。地域柄どうしても農家さんが多かったりするのもありますし、あとはあの糖尿病の方がどうしても多かったりします。あとは糖尿病と診断されていなくても血糖値が高めで、あの予備群と言われてしまったっていうふうに言っている方もいらっしゃいますので、まあ、その方に対して、まあ、お薬はまだ飲んでいない方ももちろん多いですから、あのどうしたら血糖値を下げれるかとか、そういうお話をすることが多いかなと思います。で一見こう関係がなさそうにも見えるんですけども、糖尿病っていうものが結局血管の病気でもありますので、糖尿病が悪化してくると歯周病にも悪影響がありますから、糖尿病を改善していく、血糖値を下げていくっていうことがあのお口の中を管理する上でもあのいい方向に働いてくださいますので、あの、まあ、そういう意味も込めてちょっと遠回りかもしれないんですが、全身の健康からあのアプローチできればなと思ってます。普段はあの診療の方がメインになるので、こういったフロアで診療することっていうのはあまりないんですけれども、お部屋の中で、職業体験だったりとか、あとは保育士によるリトミック、歯磨きリトミックっていう形で、体を動かすような、歯だけじゃなくてやっぱり体全体のことも考えた、まあ、そういった運動も取り入れた体を動かすような時間をちょっと取らせていただいて、患者様に参加していただいてます。先生、こちらは個室ではないんですね。はい、あのここはあの治療ではなくて、あの予防の処置をするところになりますので、できるだけそのお子さんが嫌がらないで、あのできるように周りの子があえて見えるようにしています。お子さん の、 そうです、ね、その助け合ってみんなでこう頑張ってやろうみたいなところが生まれるように、あのフラットで4人まとめてできるようにしてあります。一応ですね、3歳未満のお子さんとかはあのやっぱり一人だと、まあ、本人も不安ですしお母さんも不安ですので、一応3歳まではできるだけその一緒にお母さんと一緒に やる、それで3歳を超えたらもうお母さんにはそうですね、待合室で待っていただいて、お子さんのやっぱ自立を促すために一人でこうやっていただこうっていうふうにしております。どの保護者の方もそうなんですが、最初不安であってもやっぱりお子さんがこう自分でこうできたっていうのがやっぱり一番の喜びだと思うんですね。ですのでそのできたっていうのが分かっていただければ、まあ次からはもうお子さんも一人で来ますし、お母さんももう待ってるからね、行ってらっしゃいみたいな関係ができると思うんで、やっぱそれを目指してねやりたいと思っております。はい、あのここはあの子供用の治療の部屋になります。まあ、虫歯ができてしまった子はちょっとこちらに何回か来ていただいて、虫歯がなくなったらまたいつもの部屋に戻れるっていう風にしたいと思ってますし、虫歯ができたらここでこう頑張って治療しなきゃいけないって子供に思ってもらうことで、あのここに来ないように頑張ろうっていう動機づけにもなるのかなと思って、あえて分けるようにしています。知人がここに来ていて、はい、でそれで子供のキッズスペースがあって、あと託児所もあるっていうので伺うことにだったんですけど、歯医者さんはいつって行くようになったり、結構口の中の手入れを自分からこうなんだろう、自発的に言ってくれるようになりました。
歯磨きくらいしか今までしたことなかったんですけど、今はフロスやったり歯間ブラシをやったりして、前よりは随分自分でも進歩したと思ってます。いやすごい嬉しい進歩ですよね。歯医者さんってあんまりあちこち行かなかったんですけど、やっぱりその歯の治療に応じて歯医者さん選んだ方がいいなっていうのが分かりました。多くの患者と共に共有する予防という一つのテーマ、その大きな課題に立ち向かい自分の歯で噛みしめられる喜びを伝え続ける小林秀樹。そんな男が掲げる今後の展望とは。興味を持っていただいている学生さんとかも多くいらっしゃいますので、より多くの職種の方を広くこう集めまして、患者さんが健康でいられるように多職種の人たちと連携をしたいと考えております。いろんな専門分野を持った歯科医師ですとか内科とかの医師ですね、そういった方たちともそこまで、はい、できれば連携をして、その内科の医師の診察があってこういうことに気をつけた方がいいってことを受けて、僕なんかがそれをアドバイスできるようになると、よりこう進歩できるのかなと考えています。最後になりましたが、はい、小林院長の格言を聞かせください、はい、一期一会という言葉をすごく大事にしておりまして、一緒のうちのこれ以上ない機会だと考えて、できるだけその患者さんであれば僕なんかがやってることの価値とか魅力を伝えてですね、できればもう一生のお付き合いにしたいというふうに考えておりますので、いや本当にその町横芝町の、ね、時代が先生委員を通じて明るく、はい、ますます明るくなってくれることを期待しておりますので、はい、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ビジネスブックコレクション。普段から走っている人もそうでない人も、昔は走っていたという人も、少し考えてみてください。走った後頭がすっきりしたと感じたことはありませんか？これは決して気のせいなんかではありません。どれも数ある実験を通じて科学的に立証されている確かな効果です。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。体を鍛えながら意欲、思考、発想力を高めるコツ、走れば脳は強くなる。この本を書いたのは関西福祉科学大学教授博士の重森健太さん。エクササイズを用いた脳トレーニングの啓発活動を行っている重森さんが、走ることで解消される脳のトレーニングをまとめ上げた一冊です。それでは今年のビジネスブックコレクションはここまで。メリークリスマス。